おう、切れたと暗いんじゃねえか。お目当てのものは手に入ったのか。当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえからな。それでもう宝箱は開けたのか。いや、まだだ。店で開けようと思ってそのまま持って帰ってきたんだよ。エギルも中身が気になるだろ。まあね。よし、それじゃあ早速宝箱と鍵をオブジェクト化して。行くぞ。心の準備はいいな。ああ。いいぜ。鍵が回った。開けるぞ。これは。なんだこれ。本。写真集みたいだな。おい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 。ここよく見てみろよ。妖精たちのお宝秘蔵フォトだってよ。袋閉じのタイトルみたいだな。ったくこのゲームレーティングいくつだっての。お子様には刺激が強すぎるんじゃねえか。入手困難とはいえこんなアイテム作っていいのかよ。と言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ。必死こいてやっと手に入れたんだからな。さて早速中身を拝見して。うわ、うるせえよ、もっと静かに見ろ。これが黙ってられるかよ。わ、半端ねえぞこれ。 NPC なんだよなこれ。そりゃそうだろ、運営側が用意したんだし。こんな装備あるのかよ。露出多くねえかこれ。あ、この姉ちゃんすげえタイプだぜ。よかったな。次は水着か。あ、いや、やっぱりいいよな。生で拝んでみたいもんだぜ。ずいぶん楽しんでるみてえだな。おお、気の利いた運営様に感謝だぜ。つうかキリトは見ねえのか。見えないんだよ。その本を見るとフォーカスが合わなくなる。なんだ、未成年フィルターでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるならそうなのかもな。こんな絶品が見えねえなんて。キリト、キリトよ。なんだよその同情の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが、仕方ねえ、これはお前にやるよ。別にいらないよ、見られないって言ってるだろ。諦めるな少年よ。お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらいできるかもしれないだろ。男に必要なのはな、熱意なんだよ熱意。一応苦労して手に入れた中身だしもらっておくよ、一応な。頑張れよ。キリとは違う方向に精を出そうとしているな。お、誰か来たみたいだ。キリト君、こんなところにいたんだ。パパ発見です。あ、アスナ。え、アスナ、ユイちゃんいらっしゃい。で、またこのタイミングで。3人で何してるの。あ、いや、大したことじゃないんだ。ん、背中に何か隠したみたいだけど。何のことだ。怪しい。ねえキリト君、何を隠してるのかな。だから別に。え、あが、あ、好きあり。何何、何これ、写真集か何か。ああ、それはエッチなお姉ちゃんの写真が詰まった本だぜ。ええ、終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。あ、
アスナさん、まさかこういうのが ALO にあるとは思わなかったな。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかないわよね。ママ、それは何ですか？ゆいちゃんは見ちゃダメよ。はい。ママ、顔は笑ってるのになんだか怖いです。それで、キリト君、これはどういうことなのかな？違うんだ、アスナ。きっと誤解してるよ。まあ、キリト君も男の子ってことだな。クライン、余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで、いや、その…ここで話すのもなんだし、私の部屋に行こうか。いいよね、キリト君。はい。クラインのやつ、後で覚えてろよ。